お腹すいたな。卵サラダ、コロッケパン、コーヒー間違ってホットしちゃった。ちょっと薄い。うまっ。ピンチョロが取れるか。5月に入ったんだからピンチョロはこっちもいるでしょう。あとピンチョロだな。いる？ピンチョロ。へえ、ちっこいのいるな。あ、いる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 、ちっちゃい。餌なんて普通に取れんだろうと思ったらピンチョロはほぼ取れなくて平田中心だ。イラタをつけてちょっと流してみよう。この辺では本命ポイント。来ないんだけど。こういう大場所はやられてんのかな。よいしょ。これでそうだな。思ったより浅いな。よっしゃ、いた。まだ肩ちっちゃいな。これ015だからですぐ抜いちゃう。よし、ちょっと成長してる。19か18ぐらいだ。当たってるな。よし、ほい。よし、これは前回釣れたぐらいです。これでも釣れんのかな。砂虫当たった。よいしょ。砂虫でも釣れた。幅広。やっぱりまだ緩いところにしかいないような気がするな。砂虫の食いが思った以上にいいわ。飲んでたもんね。よし、こい。餌がな。よっしゃ、溜まってるな。今度ピンチョロつけてみる。よし。で、上から。おお、来た。でかい。
これはイワナっぽい。え、でかいぞ。でかい。スピードで取っちゃう。よし。これイワナだな。ニジマスだ。ニジマスだ。こうやって根に潜るんだよね。よし、取れた。よいしょ。あ、足元に入ってバレた。下手くそだな。ニジマスって分かったら短期で終わらせちゃうとダメだね。いやきた。これいっぱい溜まって、あ、バレた。当たった。大体同じサイズだよな。よし、2カ所目。これ階段かな。あっち行って上で餌取ってこよう。よし、もう餌に統一性ないわ。取れるやつ何でもいいから取った。よし、よっしゃ。良さそうなここに取ってこう。今日食べる分だけ。よし、こんだけあれば十分です。いいヤマメだ。餌がな、もっと取れればな。これ濁り取れたらもっと多分釣れると思うんだけどな。今日はかえって黒川とかの方がいいかもな。濁り入っててこの釣れ具合だもんね。濁りがなかったらもうちょっと釣れると思うな。え、これまあまあいいやつかも。今普通よりゆっくり流したら、さっき普通に流してこなかったけど当たったわ。だからこの濁りが入ってるの分、魚にとっては見えにくいんだろうな。ゆっくり流してあげないと。この竿の曲がり、イワナっぽいな。
イワナだな。よっしゃ、よし、いいイワナ。 25.5 ぐらいだ。こういう甘めだったんだ。どうした？5時10分。あと明日の餌取りやって、に専念しよう。明日用の餌取りに。よし、いい罠だった。豚の餌、豚の餌、こういう、これを入れとこう。雨降ってきた。そういう天気だったっけ。やばい、全然いない。結構確率低いな。ピンチョロどこにいんだろうな。どこ泊まろうかな。今の時期最高だわ。開いた。そこで餌取れたら頑張って取って、そこから下りながら釣って、下りながら釣っていく。
この間肉焼いたらこんなになっちゃった。こんなに油跳ねてたんだ。ちょっとこれは食べきれないから、あとも残りは持って帰ろう。これとこれ、よいしょ。で今日取ってきたゴミ入れてく。いいな。OK。バージョン。山田の醤油をかける。うまっ。いただきます。雨降ってきた。明日早起きできるわ。